明けましておめでとうございます。有限会社ベースボールトレーナーズ代表の上栗正人です。本年もよろしくお願いします。今年はですね、ベースボールコンディショニングの復帰を目指して全国の球児の皆さんに、野球を通して少しでもお手伝いできればいいなと考えています。今年もお願いします。はい、今日はですね、皆さんに伝えること、前回はですね、まず最初に、体幹のコアですね、ファンクショナルな機能的なトレーニングの説明をしたと思います。で、次回にわたってはですね、今度は増量っていうテーマでお話をいただいていましたから、増量についてですね、腹直筋、腹横筋、腹斜筋、あとこの4つの筋肉ですね、この筋肉をどうやって肥大していくか、これについてお話ししていきました。で、今回はですね、いよいよ下半身編ですね。で、進め方は全く一緒です。まず下半身のファンクショナルトレーニングですね、機能的なトレーニングをまず鍛えましょう。で、そしてそこから増量するトレーニングですね、この増量のトレーニングをして、基本的にですね、パフォーマンスは全て筋力に依存します。これ何度も言ってます。筋力が太くて筋肉のオーダー面積が大きければ大きいほど大きいパワーを発揮できるんですね。もうこれはもう事実です。だけども筋量だけをつけても、それが野球という動作に結びついてこなければ、野球においてはパフォーマンスがなかなか発揮されません。せっかく筋肉がついて、せっかくパワーがついたのに、そのままそれが野球に全く生かされてこないという形になるんですね。で、そのためにはファンクショナルトレーニングを間に置いて、野球の動作の基本を学んで、そこから野球につなげていきましょうという発想にしないとダメです。なので今日は最初にこのファンクショナルトレーニングを説明しますね。今日もですね、ボディバランス接骨院トレーニングルームの、スタッフの小川とともに、皆さんにお話を進めます。小川先生、よろしくお願いします。お願いします。